全日空サッカークラブ全日空横浜サッカークラブボイコット事件全日空横浜サッカークラブボイコット事件は1986年3月22日に東京都北区の国立西ヶ岡サッカー場で行われた日本サッカーリーグ第22節全日空横浜サッカークラブ対三菱重工業サッカー部戦において全日空に 所属する6選手によって実行された試合ボーイコット事件である。この事件によりチームは3ヶ月間の公式戦、出場停止処分が、6選手には無期限登録停止処分が課せられた。1985年シーズン JSL 一部の登録戦、手数読売、日産、全日空以外の9チームは、名目上は、全選手がアマチュアとされているが、藤田には2人。 ホンダには一人、スミキンには一人の合計四人の外国人選手が、ところ属していた。日本のアマチュアスポーツの統括組織である、日本体育協会は、日本体育協会アマチュア規定に基づき、参加に置くすべての競技団体の登録選手をアマチュアに限定していた。プロとアマチュアという二つのカテゴリーや団体を要する競技では、双方の対立関係もあって、交流は立たれ、 各競技の選手意識にも、プロとアマチュアという概念は厳然なく分として、すり込まれていった。その一方で、日本テニス協会では1974年に、プレイヤーズ制度を同様に、日本卓球協会では、レジスタードプレイヤーの制度を設けて、実質的なプロ選手活動の承認を始めていた。1984年のロサンゼルスオリンピックにおいて、 プロ選手の参加が容認されるなどの世界的なオープン化の流れの中、これに対応するために日本体育協会は同年からアマチュア規定の改定に向けた協議を進めていた。日本サッカー協会ではアマチュア規定に基づき選手登録をアマチュアに限定していたが、読売サッカークラブや日産自動車サッカー部や全日空横浜サッカークラブでは選手が車業につかずに サッカー専業で報酬を得ることができる契約選手と呼ばれる形態を非公式に採用し、チーム強化に乗り出していた。1986年3月の時点で、こうした契約選手は日本国内に50人以上存在していたが、日産では日本代表の中心選手だった木村和氏のように推定1300万円の年収を得ている選手も存在し、 レギュラー選手の平均年収はボーナスを含め700万円前後だったと言われる。こうした契約選手はサッカーを専業とすることにより、同世代のサラリーマンの平均水準より、多くの収入を得ることが可能となる一方、トップクラスのサッカー選手が最盛期を維持できる期間の短さや引退後の生活の不安などから、社員選手として止まる選手もいた。 こうした国内の事情を受けて JF は、1985年11月の理事会でノンアマ選手登録、翌1986年にはプロ選手登録の導入についての方針が打ち出され、協議が進められていた。その一方、各チームの選手に対する身分保障や待遇についての明確な指針はなく曖昧なままであり、また JF でも契約選手の雇用実態を把握し、 早急な対応策を講じるなどの動きはなかった。全日空横浜サッカークラブは1964年に神奈川県横浜市に設立された中区スポーツ少年団を前身としている。同少年団に所属していた選手たちが成長し、中学生チームやトップチームを保有するクラブチームへと発展した経緯を持ち、横浜市教育委員会の講演もあり、地域に根ざした。 市民サッカークラブとして活動していた。1979年から全日本空輸による支援が始まり、チーム名を横浜トライスターサッカークラブへ解消したが、解消後も企業チーム化することはなかった。小学生から OB に至る数百人の会員の支払う会費などで運営され、トップチームは様々な職業や身分を持つ。 会社員や学生によって構成されるなど、ヨーロッパや南米のクラブ組織を理想とした。一方、自前のグラウンドを保持していない事情から、練習場所を探し求めて点々とする環境下に置かれていた。トップチームは1981年に神奈川県リーグ一部で優勝し、関東社会人リーグに昇格。1983年に関東社会人リーグと、 全国地域サッカーリーグ決勝大会を制し、JSL2 部への昇格を果たす。1984年の JSL2 部では、住友金属と勝ち点で並び得失点差で2位となり、JSL1 部昇格を果たした。チームが短期間で成績を伸ばした背景には、全日本空輸の潤沢な資金力を背景としたた、チームからの選手補強があり、 関東社会人リーグに在籍していた1983年から選手への金銭授受が始まった。1986年4月20日付の日刊スポーツの報道によると同年に JSL 一部の藤田工業を退部し全日空に加入したフォワードのカルバリオの年収は240万円だったとされ、1986年4月20日付の毎日新聞の報道によると トップチームの選手に対して、毎月、交通費2万円と栄養費4万円の合計6万円が支給されていたとされる。JSL 一部昇格とともに、スポンサー企業だった全日本空輸は、株式会社全日空スポーツを設立。クラブに所属する17人の選手は同社に、食卓社員という身分で雇用され、事実上の契約選手となった。 この際、全日空の契約選手たちが得ていた給与は、ベテラン選手で年収400万円、若手選手で120万円とされる。ボーナスはなく、交通費などは自己負担、これらの給与から雇用保険が差し引かれ、健康保険や厚生年金はなかった。一方、全室のカルバリオは年収600万円を得るなど、 横浜トライスター時代からの古参選手と遺跡組との間の収入面での格差が生じていた。全日本空輸は当初、スポンサーとして、クラブを支援していたが、JSL 一部昇格を果たしたことを契機に、全面的なチーム運営に乗り出した。JSL 二部に所属していた時点では、横浜トライスタークラブの名称で、横浜サッカークラブの手によってチームは運営されていた。 トップチームのレギュラー選手11人には議決権が与えられ、クラブ総会で議題が協議され運営されてきたが、全日空スポーツが設立されたことで運営は横浜サッカークラブの手を離れ、全日空スポーツが全面的にチーム運営に乗り出すことになった。全日空スポーツは JSL 一部昇格に貢献したレギュラー選手の中から2人を解雇し、契約選手に対しては、 シーズンオフとなる1985年2月から3月の間、給与を支払わないことを通告した。これに契約選手11人が反発し、同年2月14日から4月24日までストライキを実施。最終的に全日空スポーツ側が情報して2人の解雇を撤回し、ストライキの中心となった A を選手権助監督に B を首相に任命することを条件に事態を、 収束させた。A と B の証言によれば、全日空スポーツの介入はトップチームのみに限定され、それまで保有していた下部組織との交流や連携は、希薄になった。また、全日空スポーツによる運営が行われるようになった。あとも、会社側がサッカー専用グラウンドを整備するなどの動きはなかった。全日本空輸の福利厚生施設である芝生のグラウンドは、 一般社員の使用が最優先され、選手たちは道グラウンド棒に隣接されているアスファルトの駐車場での練習や他の練習施設を渡り歩く生活を余儀なくされた。選手たちはこうした状況を改善するように全日空スポーツ側に働きかけていたが、会社側から明確な返答を得ることはできず、不満を募らせていった。チームはカルバリオのほか 香港リーグでのプレイ経験がある、陸二比で元日本代表の横谷正樹や加藤正明を擁していたものの、JSL カップと天皇杯では共に2回戦敗退に終わり、JSL でも成績は低迷し、最下位に沈んだ。1986年2月23日に、国立霞ヶ丘陸上競技場で行われた、JSL 第18節の日産自動車戦で敗れ、 翌2月24日に行われた10位の読売クラブの試合結果により、両チームの勝ち点差は10位に広がった。これにより、全日空は同シーズンの11位以下の成績が確定し、4試合を残して2部降格が決まった。全日空スポーツは2部降格が決定した1986年2月末の時点で、選手権助監督の A、首相の B のほか、C、D、 韓国籍の E の5選手を含む9選手の解雇を決定し、来期に向けてチームの若返りを図ろうとしていた。これに対して解雇された側は、待遇改善を求めた側を、不満分子とみなし切り捨てたチーム強化に貢献してきたものを利用するだけ利用して、一方的に解雇する。企業乗っ取りのようだとして、反発を強めていた。いずれのチームの選手が7人未満の場合、 その試合は、有効とは認められない、競技規則第3条3月22日、西川岡サッカー場で行われる、最終戦には800人の観客が詰めかけていた。この試合は、リーグの優勝争いとも、攻殻争いとも関係のない消化試合だったが、全日空側では、シーズン終了後の引退が噂されていたカルバリオや、ジャイールらの送別試合を兼ねて、 ベテラン選手中心のメンバー構成で挑むことになっていた。また、三菱側では、ミッドフィールダーの名取リアの JSL 通算100試合目の記念試合となっていた。先発メンバーには、A、B、C、D、E の5人を含む11人が選ばれ、来期の契約更新が内定していた F は、控えメンバーに選ばれた。 14時30分の試合開始時間まで5分前に迫った時、この6人が試合のボイコットを表明し、競技場を後にした。全日空の控室は事態に騒然となり、試合開始時間が10分以上も遅れたため、観客席からは入場料を返金するように、要求する野人が飛ぶ騒ぎとなった。栗本正監督は、控えメンバーの2人を急遽、先発メンバーに起用して8人で、 試合開始。それから11分後に控え、ゴールキーパーの大沢浩二をフィールドプレイヤーとして起用するなど、2人の選手を追加し10人で試合を行うことになった。リーグ規定で定められている最低人数の8人を満たしたことで没収試合となることは免れたものの、試合は原博美のハットトリックの活躍もあり、6から1と三菱が対象。 全日空は64分に大沢の得点で1点を返すに止まった。全日空はこの敗戦によりシーズン通算19敗目を喫し、JSL ワースト記録を更新した。6選手は来シーズンに向けたチームの若返りの名目で解雇が行われたことを理由に公式戦のボイコットを行った。その際に必要となる処刑費を含めた給与体系の見直し、 解雇の不当性と将来の身分保障、練習環境の不備の改善を訴えた。ボイコット事件の中心となった A と B は事件後に日韓スポーツの取材に応じ次のように語った。確かにファンや相手の三菱の選手たちには申し訳なく思っています。でも、もはや実力講師に出るしかなかった。僕らは一社会人として何も身分保障がない。 給料を含む待遇改善、チームとしての明確なビジョン、すべてはっきりしていない。そして今回の不当な解雇、会社側との話し合いさえできなくなってしまう。残された道は、多くの現状を分かってもらうために、サッカーが二度とできなくなるのを覚悟でああいうことをするしかなかったんです。サッカーが好きで集まってきた人間が会社にいいように、使われて、僕らはサッカーがやりたかった。 西ドイツのクラブチームのようなものを夢見ていた時もあった。会社のおもちゃとして終わりたくはなかったんです。一方で、事件当時、全日空横浜の選手だった。陸2匹では、全日本空輸の支援が始まるとともに増加した、社員選手と契約選手との間の確執、設立されて間もない全日空スポーツという企業の脆弱性に端を発した、組織内トラブルが、 事件の根底にあり、6選手がボイコットに際して訴えた、給与面の問題は重大なものではなかった、と証言している。6選手に対する批判は大きく、全日空監督の栗本ただしは、一部リーグ昇格をかけて一緒に苦労してきた仲間が、スポーツマンとしての原点を忘れてしまった行動は、理解できない。私の管理責任を問われても仕方ないが、と発言。 同じく全日空の選手であるカルバリオは、試合放棄はもってのほかだ。彼らの事情で生活権が脅かされるのでは、選手としてはたまらないと発言した。JF プロアマ問題懇談会座長の平木隆造は、どんな事情があるにせよ、一言で言って、余ったれていると発言した。また、1986年3月24日付の朝日新聞は、このような不祥事は、 前代未聞である。リーグの品格を汚し、関係史も甚だしい。制裁は確実と報じた。一方、1986年3月25日付の日韓スポーツは JF は、早急にサッカー専業選手の立場を明らかにし、実態に合った行動を取る時期に来ている。その継承となれば6選手の取った行動も浮かばれるが、と報じた。チーム1部位。 チーム23月25日、JSL は東京都千代田区神田尾川町にあるリーグ事務所に全日空監督の栗本と同部長代理の岡村健吾らを呼び出し、総務主事の森健次らが事情聴取を行った。この際、全日空側は事件を陳謝し、JSL のいかなる決定にも従う意思を表明するとともに、対外試合自粛や内部責任を追求する考えも、 明らかにした。3月28日、JSL は全日空のボイコットに関与した6選手をリーグ事務所に呼び出し事情聴取を行った。6選手も関係者と同様に事件を陳謝し、JSL のいかなる決定にも従う意思を表明した。一方、JSL の規定には選手の無断欠場に関する条文が存在しないため、双方からの聴取内容を 長沼県外委員長を務める JF。同日夜、JF は緊急規律委員会を召集し、6選手に対し、国内のあらゆるチームへの登録を禁止する仮処分を下し、翌3月29日付で各都道府県サッカー協会に通達した。4月1日、全日空は JF による処分決定までの期間の対外試合自粛、伊藤投了部長と、 栗本忠監督の解任の内部処分を決定し、JF に報告した。また、事件再発防止のために運営体制を見直し、4月末までに改善案を提出する意向を示した。これに対し、JF 規律委員会は、改善案を早急に示すように文書で要請した。JF 規律委員会は、6選手の行動をチームに対する不満から、 有料公式戦において試合放棄に及んだ行為は、待遇問題以前に、社会人選手として許さざるべきことであると指摘。同委員会は6選手を、懲罰規定の大会運営上の違反行為、グラウンド内外でのふさわしくない行為に抵触すると、結論付け、4月17日に行われた理事会において、6選手に対し無期限登録停止処分を下した。 この処分は事実上の永久追放に相当するもので、6選手の選手登録だけでなく、監督やコーチとしての登録、役員としての参加も禁止する内容となった。一方、全日空横浜に対しては、事件当日から6月22日までの3ヶ月間の公式戦出場停止処分を下した。選手の処分に比して、 クラブの処分が警備となった理由については、事件当日の試合成立に向けて努力が払われている、内部責任者の処分がすでに行われている、運営体制の改善が約束されているなどの点が考慮された。同日、全日空横浜は処分解除後の6月28日から行われる予定の JSL カップの出場自体を申し出た。JF は4月17日に行われた。 理事会で、プロ、ノンアマ、アマチュアからなる、新たな選手登録制度を全会一致で承認。5月7日、日本体育協会から、新たに、スポーツ検証が、制定、施行され、各競技団体ごとに規定を設けて、金銭の授事やプロ選手登録を行うことを認めた、ことを受けて、 JF は5月23日に開かれた理事会で新選手登録制度を最終決定し、翌5月24日付で施行した。この国内サッカー開発のプロ、選手登録制度導入の背景には、ボイコット事件が影響していると言われている。JF による6選手への無期限登録停止処分は、結果として、全日空横浜の内部から、横浜サッカークラブの色彩を一掃する後押しとなった。 さらに1988年にクラブ名を全日空サッカークラブと解消したことで中区スポーツ少年団創設以来の歴史は事実上途絶えた。一方、全日空横浜に携わっていたスタッフや OB は企業に依存することのない地域密着型クラブを標榜して1986年9月に横浜スポーツクラブを設立。 1987年に横浜サッカーカルチャークラブと解消し、2002年に NPO 法人化し、横浜スポーツカルチャークラブと解消すると、総合型地域スポーツクラブとしてサッカーのみならず、様々なスポーツの普及活動を行っている。さらに2014年からは、トップチームが J3 リーグに参戦している。横浜フリューゲルスが、 ホームスタジアムとしていた三沢公園球技場無期限、停止処分を受けた6選手のうち B、C、D の3選手は1989年までに処分が解除された。2012年、A と F の2選手から JF に対して処分解除の嘆願書が提出されたことを受け、反省の意思が示されたこと、懲罰決定から長期間が経過していることを考慮して、 同年5月10日に開かれた JF の理事会により2人の処分解除が決定した。なお、残る E についても嘆願書が提出された時点で処分解除が検討されている。全日空サッカークラブは1993年に開幕した J リーグでは横浜フリューゲルスと解消し、横浜市を本拠地に九州を準本拠地とする変則的なフランチャイズ制を採用したが、 1998年に出資会社の全日本空輸と佐藤工業の経営不振を理由に横浜マリノスへの九州合併を発表した。本来 J リーグから脱退する場合には1年前にリーグに申請することが規約で義務付けられているが川淵サブローチェアマンは特例として合併を認めた。選手やサポーターは経営側の主導により決定された合併に反発し、 チーム存続や合併回避を求める活動を行ったが、決定が覆ることはなかった。本事件までに日本国内で選手や監督が処罰された事例としては、1973年に大阪府社会人、サッカーリーグの明星クラブの3選手が試合中に審判に暴行を加えたとして、無期限出場停止を受けた事件。1976年に、 英大産業サッカー部が JF の定める外国籍選手の登録は1チームにつき3人までとする規則を破り合計4選手を登録し試合に出場させていたことが発覚し監督が無期限登録停止処分を受けた事件1978年1月14日に行われた JSL2 部の読売クラブ対日産自動車戦で読売のラモス・ソブリーニョが試合後に 日産の選手を追い回したとして1年間の出場停止処分を受けた事件。1984年11月11日に行われた関東社会人サッカー大会準決勝の栃木教員対読売サッカークラブジュニア戦で読売ジュニアの監督らが判定をめぐって審判に乱暴な態度を取ったとして、 監督とコーチの二人が1986年3月までの出場停止処分を受けた事件などがある。ありがとうございます。